はい、いいでしょう。はい、お酒の説明をということで、今日5種類持ってきてもらってるんですけども、こちらから順番にご説明していきます。まあ、まずは、鍵屋というお酒、うちのお酒の特徴としては、愛媛のお米を最大限使おうというところがありまして、基本的には使っているお米すべて愛媛のお米になります。で、まあ、品種としては、松山ミーという、これが食べておいしいお米。で、もう一つは、雫姫という、これは松山ミーを改良した酒米です。で、もう一つが山田錦ですね。まあ、この3つを使って今、お酒作り、この場所でやってるんですが、一番こちらにあるこの赤いラベルに関しては、すごくこう、軽快にサラサラ飲めるお酒を求めて作ったという、まあ、食事と一緒に合わせてもらいたいお酒ですね。これ、松山ミーからできているお酒になります。赤ラベルというんです。で、続いてこの、まあ、見た目通り、こう花火のラベルですね。この、これ、雫姫という米からできたお酒なんですけども、実は地元にあの400年続く花火大会があって、もう今から400年前だから、豊臣秀吉さんが四国征伐に来たもの、で、ちょっとね、亡くなってしまった地元の方を弔うために、毎年上げてる花火があって、ちょっとコロナで今は上げれてないんですけども、それをモチーフにした、切り絵の作家さんが作ってくれたラベルになります。まあ、これもあのこちらの赤ラベルと同じように、食中酒として、すごくサラサラ飲めるような、清涼感のあるお酒に仕上げている人です。で、こちらのね、黒よいラベル、これ、見た目通り真っ黒なので、漆黒ラベルと呼んでるんですけど、黒よりさらにこう黒いよ。で、まあまあ、こういう黒い色って、周りをすごく引き立てる力もあるということが、いろんな中でありまして、まあ、お酒も山田錦を使ったお酒なんですけど、すごくこう料理を引き立てるように、まあ、含んだ時の香りもいいですし、まあ、喉の切れもいいですし、まあ、これは本当、スイーツに飲めるお酒だと思います。で、鍵屋のお酒、ここまでなんですが、うちで作ってるお酒、去年からこの禅というブランドを実は立ち上げてまして、地元のお米を使うって最初冒頭申し上げたんですが、よりもっと近いところのお米を使おうということで、これは蔵の周辺のお米を全部使ってます。こっちは、ね、愛媛県内なので、まあ、愛媛港横に広いので、まあ、遠い町のお米も入っているんですが、これはもう地元の僕たちが普段生活しているエリアのお米を使ってできたのを、あるがままというのを禅というブランドで出しています。で、まあ、ちょっと順番逆になるんですが、これが、まあ、通年商品の禅という、これ純米の原酒になるんですが、もう飲み焼きをしない、まあ、一切加水することで原酒で瓶詰めしてますので飲み応えもありますし、まあ、この禅の、まあ、通年商品としても出してるお酒です。あ、両方もね、松山ミーというお米の地元産米です。で、これはね、春夏秋冬でちょっと季節展開してるお酒の夏バージョン、鈴風という、なんか日本語ってすごくいい響きがあって、春はね、うららかという商品を出しました。で、夏は鈴風で、この秋はね、秋ふかしと、いろんなその大和言葉を使ってシリーズ化してるんですけども、夏はちょっとこう檻を絡めてさらっとシュワッと飲めるような、少しだけこう発泡感を感じられるお酒になってるので、多分一番最初のものだったらこれが一番いいのかなと思うんですけども、あとはもう順番にお食事と一緒に飲んでもらったらバッチリかなと。簡単です、こんなの大丈夫です。鍵屋っていうのは、僕の先祖がですね、今から145年前に創業したんですけど、それまでは地元の庄屋さんの米蔵の鍵を扱う本当に鍵屋さんだったということで、まあ、昔はいろんなその町にお仕事を与えるということで、その米を庄屋さんのところに持って行って倉庫があるんですけど、そこの鍵をうちが代々預かるという、だから鍵屋本家という名前がうちのこの古い書にも残っててですね、それをモチーフにお酒を作ろうということで、今から2002年に立ち上げた新ブランドなんですけども、その時にじゃあその本所から引っ張り出してきた鍵屋っていう名前を付けて作ったのがこの鍵屋ブランド。本当は金編の鍵屋なんですけども、あえてこの当て字でガーギーってお祝い事という意味があるので、まあ、お祝い事がたくさんお家に引っかかるようにということで、まあ、先祖も使っていた当て字だったので、これを酒名にして、まあ、リリースしてるという形です。鍵屋です。